フィギュアスケート女子の紀平梨花、トヨタ自動車が23日開幕の全日本選手権を欠場することが22日、日本スケート連盟から正式に発表された。騎兵は右足首を痛めてグランプリ、GT、シリーズのスケートカナダと NHK 杯を欠場。全日本欠場の理由は右虚骨疲労骨折で、右足関節痛が続くため、安静、加療を要するとした。騎兵は日本スケート連盟を通じ、この度、7月に発覚していた右足の虚骨疲労骨折の回復が遅れ、全日本選手権を欠場することを決めました。少しでも早く氷上での元気な姿を見ていただけるよう、今は治療に専念することにいたします。このような状況の中、皆様の温かいメッセージは心の支えになっています。本当にありがとうございますとコメントを発表した。全日本は22年北京五輪の代表最終選考会を兼ねており、出場枠が3の女子は優勝選手らが選ばれる。紀平は世界ランクで選考対象となるが、全日本への参加は必須。故障などで欠場した場合、過去に世界選手権3位以内の実績があれば代表入りの可能性はあったが、紀平はこの実績がなく、五輪代表入りは消滅した。